ホイール塗装2ですね。前回の続きで、前回のホイール塗装1見てない方は下の方にリンク貼っときますので、ぜひ見てください。で、今回のホイール塗装2で終わるはずだったんですけれど、塗った後にですね、乾かしてる時にちょっとね、水をかけてしまってブツブツになってしまったんですね。で、まあパート3まで結局行くことになりそうです。それでまあペーパーでね、ちょっとそのボツボツになったところを落として治るかどうかっていうのはまだわかんないんですけど、まあそれは今度の動画でアップしますので、ぜひ見てください。で、今回はですね、まあ、黒に塗った後にクリアを塗って終わりっていうところだったんですけど、まあ水かけてしまったんですけどね、まあ、そのクリアを塗るところです。今この缶についているこのノズル、これねすごく便利ですね。缶からね、こう注ぐ時に缶がねベトベトになってしまって、缶にねガムテープとかなんかでこう垂れないようにしたりとかするのもめんどくさかったので、このノズル買ってみました。とても便利なので、もしよかったら使ってみてください。下の概要欄の方にねリンク貼っておきますので。で、この塗料なんかもね、すごい使いやすくて説明書もついてたので、とっても素人の方にはいいかと思います。これも下の概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひ見てください。で、このクリアはね、なんていうんですかね、薄め希釈がね、少ないっていうんですかね、ドロッとしたままの状態で塗ると白いね粉みたいのが出ちゃってついちゃうんですね。で、薄くすると、まあ、結構塗りやすいんですけど、垂れやすくなるんですね。で、まあ、その辺がねちょっと素人にはちょっと難しいですね。で、今回はね、まあ、そこそこ薄めにしてみました。で、多分ね薄めにしたりすると艶がいまいちだったりとか、そういうことがあると思うんですけど、まあ薄めないでね塗ろうとするとね、なかなか塗れないっていうか、白い粉みたいのがねいっぱいついちゃって難しいので、今回はねちょっと薄め、かなり薄めた状態ですかね、きっと。まあ、その辺もねよく分かってないんですけど、まあでもこのくらい薄いとね塗りやすくて、まあそれでね今のところやってて塗装が変なになったとかいうのはないのでね、まあ多分ツヤがいまいちちょっとね落ちるぐらいだとは思うんで、今回はちょっと薄めで塗ってみました。でね、塗ってる時はね結構うまくいってて、もうこれ乾燥させてねちょっとこう磨いたらもうそれで終わりだなーなんて思ってたんですけど、まあ水かけちゃったんでね、この後どうなるかちょっと心配なんですけど、まあ、水かけたところがね、ちょっと触ったら、丸いこの水のまんまね、ちょっとデコボコしてるんですね。で、まあ、それがね、ペーパーで磨いて取れればね、全然簡単な作業で終わるんですけど、まあ、最初からやり直すっていうのはちょっとね、避けたいんでね、なんとか修復しようと思います、今度。この後すぐ移ります。これですね。ここのね水の跡がね思いっきりついちゃってましたね、水飛ばした後も。で、これをね今後どうするかですね。はい、ホイール塗装3でまあちょっとやってみますので、ぜひ見てください。どうも見ていただいてありがとうございました。